それではシビックタイプ R 試乗インプレッションを見てみたいと思います。 FD2 型の前期モデルで走行距離は 93,300km ですね。修復歴はなしの車になります。で仕様はですね、まあ、基本ノーマルですね。無限のフロントリップが装着されて、まあ、ステアリングねこんな感じで変わってますけども、ただですね、多分これクラッチ社外じゃないかな。なんか重さとダイレクト感が非常に純正っぽくない感じ、すごくダイレクトにつながりますね。で足回りなんかはノーマルです。でそこそこ跳ねますね。ただね、多分前のオーナーさんこの車を売るときに純正の足に戻したんじゃないかなっていう気がしますね。トランクの取り分のところがこうね切られてたので、多分車高調かなんか入れてたんだと思うんですけどね。タイヤも ATR の S タイヤみたいなあのタイヤ履いてるので、まあそこそこね走り込んでたんじゃないかなっていう気はします。ただ内装なんかはねすごい綺麗な状態ですし、まあ、外装もちょっとフロント周り飛び石傷が多いんですけども、全体的にはね結構綺麗なんで、まあ大事に乗りながらガンガン走ってたんじゃないかなっていう気がしますけどね。よいしょ。ハンドルが重いですね。特に室内に入ってくるような変な音はないですね。ミッションの入りもスムーズですし、特段何か違和感を感じるようなところはないです。で快適装備のナビ、ETC、バックカメラなんかも装着されてますからね。ブレーキのねこの効きもいいですし、このペダル踏んだ時のこの剛性感、これもすごいいいですね。しっかりとエア抜きがちゃんとされてるんだろうなっていう気がします。あと前のオーナーさんが入れてるこのブレーキフルードにもよると思うんですけどね、まあ、うちで納車前の整備でブレーキフルードをまた交換するので、まあ、今のこのねペダルタッチのフィーリングからはまたちょっと変わってくるかもしれないんですけども、すごいいい感じのペダルタッチですね。で、まあ、マフラーも変わってないですし、至ってね室内なんかは静かな感じですね。ここにねスイフトスプリングっていうねステッカーが貼ってあるんですよ。ダンパーノーマルなんですけどね、もしかしたらちょっとスプリングだけ変わってるのかな。ちょっとここはまたメカニカルのチェックの時にリフトアップしてチェックしてみたいと思います。なんかねノーマルの足ほどの突き上げ感と羽っていうのがないんですよね。いいですね。FD2 の K20 エンジン、とても力強いです。はい、以上 FD2 の試乗インプレッションでした。